バクです。バクバクからのバクバク。はい、ということで今日は桜を見ていきましょう。私の住んでる近くにあるこれ狭山駅の桜ですね。はい、昨日おとついに咲いてる桜です。綺麗ですね桜。ちょうど池が見えてて、真ん中に龍神様の社があるんですよね、この狭山池は。咲いてる桜はこれソメイヨシノかな。ここの狭山池って日本で一番最古の一番古いため池なんですよ。一番古くで一番大きなため池です、この狭山池って。